はい、どうも、こんにちは。今回ね、またデトロイトビカムヒューマン続きからやっていこうかなと思います。前回は、ぶっつけ撮ってんだけど、前回は、河原編 がちょっと進んで、河原編だけかな？河原編だけで25分やって、今回ね、また今度はマーカス戦をやっていこうかなと思うわ。でもなんか終盤になったからあれだね。その、1個のパートが長くなってるよね。明らかに河原だけで25分ってだって今までなかったから、多分 長くなってるわ。じゃあ、サイバーライフの店を探さないといけないらしいから、探すわ。ノース、ついてきたよ。ずっとこの時を待ってたのよ。ノース、生き生きしてんね。いいね。行こうか。は 早いな。走れないんだけど、俺、このゲームで。あ、でも、この時間だったら。こっちを早く。オッケー、ちょ、あ、走れ。走れって。押し込みで走るのかな。よし、いなくなったわ。あ、でもそっか、マーカスの顔とかバレてんのか。ゴリゴリバ他レてにるも警か。官がいるだろうな。慎重に行こう。あ、走る走る。一応走るわ。あ、走るんだ。言っ店てはこっよ。ちよ。マーカス言ってよ。走るんだ。で、この時間、どの時間かこれ。深夜遅くかな。じゃないとこんな人いないことないよね。あ、走れるんだ。ちょっと。気づくの遅かったわ。人間にとって私たちは店に並ぶ人形でしかないのよ。でもそれも今に変わるわ。始めましょう。計画通りだぞ。警報を破壊してエリアを確保する。10分後に攻撃開始だ。ほら、行かない。エリアを確保する。店に侵入する。ああ、こっちか。あ、走る走る。邪魔走なれた場ら、面。走れたら余裕よ。広場を抑えよう。店の走れ営業たをら余どう裕すだるつわ。もり？あ、分こっかってか。る、それは後だ。じゃあ、次はどうする？見る。あれなら店に突っ込めそうだな。ああ、なるほど。ちょっと、そうそう、見てみよう見よう。ちゃんとちゃんとちゃんと、今、ちゃんとできることやんないと。変異させる。仲間を増やそう。これ変異させるって強すぎない？この能力。さあ、起きて。変異させるって強すぎるよな。チートなんだけど。何これ？何これ？あ、なんかある。ちょっと待って。わわわわ。登るあー。しかないわね。てか、ちょっと待って、俺まだトラック、他のやつ見てないけど大丈夫かな？いけいけいけ！よいしょ。他のやつ見てないよ、俺 僕完全にトラック盗む感じじゃん。あ、なんかある。よし、これでいいわね。さっさとトラックを出すわよ。なんかあるよ。あー、それで鍵を破壊するみたいな。サクッていけるな。こんなサクッていけるのか、リアル。だいぶちょろいな だいぶちょろいな。あ、待って、待って待って、ごめんって。マーカー強すぎない？昼間かっこ気が変わったの。見落としたことがないか、そう確そう認しそう、たぞ。マーカス、マーカス、もう走んないな。あ、走った走った。ここ走るか。めっちゃないだって。めっちゃあるよね、なんか。お前も仲間に入れ。仲間が多い方がいい。さあ、起きて。あとは、いや、めっちゃある、めっちゃあるぞ。何これ、これなかったっけ今。違うな、これか。 L 字何。ああ、象か。不完全な生き物に服従しろだって。あ、なんだとこら、おい。それも今日で終わりだ。
いや、いい、その、そのなんかほっこりするのはいいから、ちょ、お前も、お前も、えじろ、働くんじゃねえ、反抗する時代だ、ああ、起きろ。監視ドローンか、邪魔になるな。ここからじゃ届かない。うん。何？ドローンどこある？あ。計算成功。だから何？何これ？何これ？あ、シミュレーション。高すぎる。なるほど。見ててよかったな。遠すぎる。いいね。いいんじゃない？謝ってましょう。遠すぎる。結局最後かよ。ちょうどいいって出るんかな。あ、ちょうどいい。あそこならば泥に届く。行こうか。急がないと。ちょっと先変身させようか。行くぞ。かわいい顔。行くぞ。どこだっけ。これか。調べる。登れる？マーカス。あの、いる。いや、これまだ早いね、確か。なんか、ここら辺だったよね、確か。で、これで、いや、もう一個上だっけ？もう一個上まで行って、これで、こうだったよね。そうだね、結構上の方だったもんね。行くぞ、マーカス。来てる。いいよ、マーカス。連絡。ああ。ふう。警察を呼ばれてないといいけど。時期にわかる。で、まあ、できることめっちゃあるんだけど。なんかめっちゃあるんだけど、できること。あっちが見せ見よう、走れて、マーカス。じゃあ確認しておかないと、見せよう。無事する。ここの警報システムは何？ああ、見ようか。出たが好き中。鉄の向こうに鉄のシャッターが。はい。店の窓を壊す方法。これでもトラックでいいんじゃないの？だから。あるね。監視カメラ。あったぞ。あ。あ、それも見えんの。すご。何？警報システムを劣化する。どこに繋がってんの？これか、こっちか。見えてるよ、俺。あ、見えてる。どこだ。先か。これか。あ、来たねー。あ、違うか。何分残り？ 7分、余裕じゃん。7分なんかもうその余裕だって。あ、でもこれも買い取れば余裕じゃん。さあ仲間になってくれ。これがでもあれだよね、アンドロイドに仕事させすぎてることがこういうことになっちゃうんだよね。だから人間が仕事してないからこうやって簡単に変わっちゃうんだよ。かがむ。警報ネットワーク。いいね、いいとこにネットワークあったね。ちょうど工事してたね。
内部ループを作成。いいねー、来たでしょ。割と完璧じゃない。あとはなんかあるよ。何、車が来ないよ、道を封鎖しよう。ああ、なるほどなるほど。楽勝でしょってなると、あれかな、このなんかこの街は何なの、これは。マーカス、何、マーカス来て、何何何何よ、何何何何何何何よ、何何って、何マーカス来てって、道差しよう。じゃあマーカス来てって、何マーカス来てって言われた。知らないよそんなの。あ、これが、あ、変異させればいいじゃん。簡単だなこれ。最強だぜ、最強すぎる俺が。マーカー強すぎ、変異させるって。君は自由だ。どんな力持ってんの改めて思うけど。いいね、抗っていこうぜ。そうだよな、アンドルで仕事任せてるからこうなっちゃうんだよな。まあでもアンドロイドっていうのはだから人間と違って夜さ、あれじゃん、夜でも作業できるから。お前もハッキングできんだ。よし、これで邪魔は入らない。完璧じゃん。広場は安全だな、これで店に入れる。 OK です。あとはトラック、これ何、これこっち気になるんだけど、なんかめっちゃ光ってね、これ。あ、変にさせれんのこれも。もうすぐ自由になれる。ああ、マーカスの人間性を垣間見ることできんの。あー、こいつらまとめてあれだったんだ。もう一回でもなかったっけ。まあ、割と時間余ってるから割ともうちょっとしっかりやってもいいけどね。忘れ物ないか、忘れ物ちゃんと見ようぜ。あー、トラックかな。忘れ物ないか、行こうか。じゃあもうないもん、多分ないから。完璧でしょこれ、完璧だってマジで。誰にも邪魔されねえわ。行こうぜ。それじゃ人暴れさせてもらいましょうか。そうっすよ、行かせてもらっていいっすか。いや完璧じゃないマジでマジで完璧じゃないこれ、多分マジで完璧だわ。おー、いいねー、いい画面だなこれ。窓が広いこと広いこと。だってここからにいるアンドロイドもみんなだってね、変異させたし。やっぱりこういうのも楽しくなくちゃね。いいねー、なんかちょっと海外の映画っぽいな。いいねー、海外ドラマ感あるね。ワイルドスピードとかになりそう。見たことないけど見たことないけど、あれかな、警護システムとかさ、切ってなかったらあれなのかな、やばかったのかな。こっから一応逃れることはできたかもしんないけど。おい、みんな行くぞ、みんな行くぞ。おい、みんな、おい、ついてこい、お前ら。もう誰にも従わなくていい、従わなくていい、自由だ、行くぞ。うるせえ、行こうやっぱ大体行く行かないって話になってくると、やっぱね、あのネタが出てくるから、ワンピースのここだけでも本当だね、10、20、30稼げんじゃない、仲間強いよな。あれ、しかもここら辺あれじゃない、優秀なやつじゃない、高くて多分。
お前ら優秀でしょ。だってお前単品で売ってんだよこれ。まとめ売りじゃないもん。お前ら優秀でしょ。いいね。話す？うん。邪魔だな、かぶってんだよ。おい。お、指導者だ。みんな、こっちを注目するんだ。行き場を。俺の名前はマーカス。マーカス。かつては俺も奴隷として生きていた。そうだ。人間に。うん。服従する機会として。聞いてくれ、俺の声を。でも今は真実と向き合うことを選んだ。そうだ。自由を取り戻し、うん、人として生きていくために。うん、そうだ。もう二度と人間たちに縛られて、うん、生きていく必要はない。そうだ。もう二度と人間たちに服従する必要はないんだ。必要はないんだ。今日この日から顔を上げ、まっすぐと前を見つめ、前を向くんだよ。自分で運命を切り開くんだ。そうだ。ジェリコだ。ジェリコだ。自由を求める仲間たちが君を待っている。いいね、神経ゼミだな。あ、神経ゼミじゃないか。うん。だが俺たちと共に、あ、一緒だ、肩が。ことだってでき、君自身だ。いいね、最終的な決定はアンドロイドに委ねるってのはいいよね。できる指導者だわ。ありがとう、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 ありがとうって、ありがとう、ありがとう。みんな行こう。かっこいい。メッセージを人間に伝える。みんな行こう。いいね。マーカス、どうするつもり？俺たちの意思を訴えるんだよ。みんな行こう。いいね。まあ、でもあそこで切ったらかっこよかったけどな。もはや平和選ぶか、それとも暴力選ぶか。変貌させるために。あ、あ、ベンチ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 。マーカス、あなたがやってみせればみんな後に。グラフィック、グラフィック。でもボールがいけないから。え、なにこれ、平和、平和っぽいやつ。え、でもこれがなんかアンドロイドっぽくない？なんかあれいけないって言われたじゃん。なんかボールがいけないって言われたから。そうそう、よくないよくない。みんな、なにこの追いかけツール。平和、そう、平和、平和に行こう、平和に行こう。いっぱいある、いっぱいあるな。マーカス、スクリーン。ハッキングする。消す。あ、平和が分かったか、よかった。もう今もう暴力っぽいとこも、うん、奴隷の日々は終わりだ。アンドロイドの国は我らものではない。我らは命だ。我らはものではない。我らは命だ。我らにも生きる権利がある。いいね。平和、平和 100% 行こうぜ。俺は平和に行きたい。みんなついてこい。どこ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 。あ、マステハッキング。いや、ハッキングですよ。壊すのはよくない。あ、ハッキングするならそうなるんだ。うわー、ハッキングすればよかったな、さっきも。見せ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 行こう。みんなみんな、ごめん、俺に映っちゃった今。俺についちゃった今。何これ、何これ、何このマーク。何、あ、これか。あ、窓窓窓窓窓って、窓、マーカス、マーカス。グラフィティ。ヒーラーあり、ヒーラー。夢だに、我思う、ゆえに我あり。この世界種族の共存。いや、これですよ。まあ、俺らもというのはやっぱ共存なんだよ。平和に行こう、人間。俺は人間たちを殺すつもりはない。あくまで共存なんだ、我々が求めてるのは。なんかこっちもあんの？グラフィティ。シンボルを書く、スローガン。スローガンにしよう。シンボル書いたから。共存。これがスローガンか、俺たちの。共存が。みんな書け。平和強い。平和強い。平和が強いぞ、これ。何がある。発煙筒。え、発煙筒はまずくない？
え、発電と大丈夫？お、部屋100個乗った。でも中行きたい、中行きたい。ちょっと待って、時間ないんだから、ちょっといろいろやりたいの、いろいろやり、ちょっと操作がむずいんで邪魔だってお前。おい、何これ、何のどこあるじゃん。あ、これか。あ、これシンボル書こうか。さっきスローガン書いたし。で、なんか これ以外もあるって絶対。なんかこれだってなんか一辺倒だもん最近。なんか違うやつやりたい、どうせなら。あれなんだ、奥のやつ、これか。待ってって、まだ終わってないって。制限時間、あ、なんかいろいろ書いてるわ。マーカス、全チーム任務完了だ。やったお前ら、俺も やり残したことあるよ。まだでもみんなジェリコに退却しろ。ね、逃げろよ、逃げろみんな。いや、発煙筒がいい味出してるな。通り平和のメッセージを送っておいたわよ。ありがとう。分かってるの、奴らは私たちを見下してるのよ。うん、後悔しても知らないからね。暴力はダメなんだ。暴力には打ち勝てない。ああ。そうするしかない時もあるの。早く逃げようぜ。おい、マーカス。来たねー。そんな大丈夫？ナース。え？ちょっと待って、何？俺平和選んだじゃん。もう暴力は良くないよ、だって。ノース、平気か？何があった？ノース。殺されたのよ。おい。虫けらみたいに撃ち殺された。まさか。奴らに。ちょっとゆっくりしすぎだな。ちょっとゆっくりしすぎたかもしれないな。あ、でもセーブしたな。ここで一旦切ろうかな。やっちゃうか、終わるかな、どうだろう。どうしよっかな、一旦切ろうかな。なんか時間めっちゃ長くなっちゃうかもな。やっちゃおうか、楽しいし。おい、警察、お前撃ち殺しすぎだろ、お前。おい、もっとじゃあちゃんと逃げようぜ。あんだけでかいとこから逃げてきたのにさ、なんでこんなしょうもないことで捕まってんの。なんかでも下警察負けてんじゃん、なんで。いや、殺しちゃダメって言われたんだって。やめろ、頼む、お願いだ。いや、殺すなって言われたんだって。マジで。いやでも殺すなって言われたもん、殺すなって言われたもん。やり返せばいいというわけじゃない。目には目をと言って世界は堕落した。マーカス、撃たれないかな、大丈夫かなこれ。撃たれんじゃないの、後ろからこれ。予定を変更して、ああ大丈夫、よかった。今入った情報です。午前2時ちょうど、デトロイト市内のサイバーライフ店舗が何者かに乗っ取られました。どうやら複数の店舗に対し組織的攻撃を行ったようです。現在も店舗のショーウィンドウはアンドロイドの権利要求の訴えと不可解なスローガンで覆われています。何不可解なスローガンって。おい、サイバーライフの店舗近くで変異体のグラフィティを確認したと発表しましたが、今も捜査中との。世論無関心になったよ、無関心に。じゃあ平和じゃん、もう敵対じゃないんだから。攻撃したのはアンドロイドの集団だったとのことです。大変な事態になりました。果たしてこれ、いやだって殺すなって言われたもん、ちょっと反省してるんだから。俺も殺しちゃったっつって前回。このアメリカ合衆国でテロ攻撃が始まろうとしているのでしょうか。まあ、あ、終わった。じゃあこれ終わろうかな。平和的なデモを行った。そうなんだよな。
ああ、でも、あ、でもなんか、あれで、あそこで殺すか、これ、あ、終わった、見逃すって。あ、一緒なんだ、どっちにしても見逃そうか、見逃さないが。ああ。あ、暴力か、平和か。これなんだ、これ。強力なメッセージを伝える。うわ、いっぱいあるもん、メッセージが。もう、やだ。やりたかったな、いろいろ。くっそー、ここめっちゃ難しいわ。時間ないもん。ちょっと同じことをやりすぎたね、俺。ちょっとね、いろんなことやるってよりも。まあ、100%になったから。どう、他の人たちは。やっぱそうだよね。やっぱあんな流れだったら平和に行くよね、みんな。撃たないよな、あんなこと言われたら。そうだよな。暴力的になったらどうなったんだろうな。ちょっと気になるな。これ一人でやるかもしんねえわ。また一からやるときに。まあ、とりあえずじゃあ今回はこれぐらいで終わるか。じゃあ、あざした。